うですか、今野さん、この客層の幅広さ。ねえ、もう不安層が広いっていうことですよ ね, ねえ。皆さんね、だって発売と同時に切符売り切れちゃったんですから。あら、そうですか。いかに人気があるか分かると思いますけども、はい、今日は成人の日ですね。本当にね、私成人式の日にお坊さんの講話を聞いてね、人に笑われちゃいけないよって言われて今こうやって頑張ってます。本日の進行役、春風亭小朝でございます。本日成人式を迎えられた皆様、おめでとうございます。今日のコンサートは皆様にとってもとっても素敵なプレゼントになると思います。今野美佐子です、よろしくお願いいたします。そうなんですよ、新成人の皆さんにね、ボストンポップスエスプラネードオーケストラのコンサートを聞いていただくわけでございます。もちろんお若い方、おじいちゃん、おばあちゃんにも聞いていただきたいと思いますがね、はい、でなんと驚くべきことにですね、はい、このボストンポップスが海外に出るのは初めて今日が、なんでだか分かります？そう、今まで何らかの事情があって外に出ていらっしゃらなかったんでしょうね。とにかく忙しい。忙しい、はい、ギャラが高い。ね、ねえねえ、今回なんと素晴らしいことにね、式台にジョン・ウィリアムズが立つんです。私はそれを楽しみにして本日参りました。スター・ウォーズとか E.T. とかね、ミストの遭遇とか、そういうもう映画音楽でおなじみのあのジョン・ウィリアムズがですね、ヒゲを整えて式台に立ちますからね。楽しみですね。これ絶対楽しいと思いますよ、本当に、はい、ですからお客さんもこうやって、あ、ちょっと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 すいません、こんにちは、どうぞこちらの方へ。これからね、音楽を楽しもうという時になんでございますけども、中野さんは初めてですか？こちらのオーケストラは初めてですね。初めて。今どうですか、この気持ちは？すごくね、楽しい、宇宙に広がる楽しさがあるような気がしてね、時代とこうダンスしてるようなこう臨場感というかね、それを期待してきておりますので、多分期待に応えてくれると思いますんで。そうですか。後でまたインタビューさせていただきます。どうもどうぞ、ごゆっくりお楽しみください。どうも先生、ぎこちない歩き方で。こんにちは。本当に先生も。いや、とんでもありません。先生はもうね、プロでございますから、ボストンポップスは何度も。いえ、実は拝見するのは初めてなんですね。あら、僕もアーサー・フィドラーの時からレコードは大ファンなんですけどね、今日も楽しみにしてます。そうですか、はい、どの辺をプロの目から。そうですね、はい、ちゃんとレコードの音出てるかな、こういう感じで聞きたいと思いますけど。意地悪です。意地悪。後でまたお願いします、はい、どうもよろしくお願いいたします。いやいや、いろんな方がお見えになったりようでございますね。そうですね。ね、聞き忘れましたけど、はい、今野さんの抱負は、抱負ってのもあれですけど、抱負、今日これから聞くってことについて。私ね、心配なんですよ。もうとっても楽しいサウンドだから、もう客席にじっと座っていられるかどうかっていうのが。立ち上がって踊っちゃうんじゃないかと、見たいですね。行きましょう。はい、参りましょう、はい。この番組はおかげさまで70周年、日興証券がお送りします。
感動した方は多いと思いますけどね。そうなんです、あの4年前のロサンゼルスオリンピックのテーマとあのファンファーレ、ジョン・ウィリアムズさんが作ってたんですね。僕知ってましたよ、ちゃんと知ってました。あの音楽は知ってましたけど、そこまではちょっと知らなかったでしょ。山本直純さんだと思ってませんでした。そんなことない。あ、そうですね。え、はい、あ、そういえば、はい、あの一昨年ね、自由の女神ニューヨークの、うん、あの修復した時の記念コンサートでもジョン・ウィリアムズさん衛星中継ご覧になりました？見ましたよ。TBS が社運をかけてましたからね、あれは。そうですね。はい、まあ、まあしかしね、はい、あの本当にだからいかにその現代音楽に重要な方かっていうのがね、これだけでも分かっていただけるんじゃないかと思います。本当にそうですね。はい。
当に大人のコンサートっていう感じがね、ちょっとここまで聞いただけでもしますよね。そうね、大人が楽しんでね、うん、なんかすごく贅沢なことをしてるっていうような、僕は個人的にはねそういう感想なんですけどね。あ、そうですか。うん、贅沢な時間だなっていうね、うんうん、またねそういうふうに感じられる自分がね結構嬉しかったりなんかしてるんですけど、うん、名本さんいかがですか。そうね、別世界に連れてっていただけるというかね。中野さん、まあ、私もそうなんですけど、お仕事柄ね、なんか例えばミュージカルのナンバーを聞くと、なんか自分がそのミュージカルの中のヒロインになったような、そんな気分にはなったりしませんか。そうですね、ヒロインにもなりますし、その音でこう人物を描いてると、その人物になろうとするっていうかね、どんな人かなと想像したりね、これからね、まだまだ素敵な曲がこれからですからね、楽しみにしてくださいね。ジョン・ウィリアムさんが面白いね、一度お会いしてみたくなっちゃうような感じ、ね、お話ししてみたいですよね。届かれてみたい。いや、そんなことないですよ。そんなことはないですけども、まだまだ続きますが、世の中にですね、うん、あのシンフォニックオーケストラとかジャズオーケストラってのありますけども、ね、ポップスとあえて歌ってるわけですね。そうですね。どうですか、こう聞いた感じは。やっぱり音楽はあれですね、アコースティックじゃできませんね。あ、やっぱり最近ディジタルバイルだけども、やっぱり音は自然の音が一番いいですね。うん、非常にやはり聞いた感じは、そう、あのボストンポストはやっぱりこうシンフォニックポップスってことだからね、単なるこうリズムだけじゃなくて、やっぱり100何人のオーケストラでね、こういうものを聞くってのはもう最高の贅沢じゃないですか。まあ、そういう意味ではあのこのオーケストラはね、とっても幅広いね、うん、レパートリー持ってるわけですけど、うん、まあ、そういったところがまた魅力の一つとも言えるんでしょうか。そう、だから普通ですとほらね、クラシックに来るともうそれしか聞けないんだけども、今日みたいな場合はクラシックから幅広く聞けるから、まあ楽しさが倍3倍4倍になるというかね、そういうことじゃないですかね。まあ今日は特にあの成人の日ということでね、はい、そういう20歳前後の方というのはやはりそういった意味で映画音楽としてのジョン・ウィリアムスがね、とっても身近だと思いますよね。そう、若い人ほら最近やっぱりほらシンセサイザーとかそういうのしか聞いてないでしょ、うん、だから逆にね、僕らはよく知ってるけども彼らにとっては新鮮にね聞けるんじゃないかなと思いますよ。レトロっていうこともあります。あ、レトロじゃ片付けちゃまっちゃ困るんだな。やっぱり本物の音楽ですからね、これはね。そういう意味できちっと聴いてもらいたいし、また楽しんでもらいたいというふうに思います。こういうのやっぱりほら入り方間違っちゃうと、もう永久に聴かなくなるとかありますよね。そう、二度とクラシック聴かないとか。そう、小学生の時に変な音楽聴いちゃうとアウトだ ね。ここでこの番組のタイトルでもあります伝統と躍動のサウンドを生み出した秘密をちょっと覗いてみましょう。今から2世紀も前に独立宣言が読み上げられたオールドステートハウスを持つ町ボストン。古いレンガ造りと近代建築とが肩を並べているボストンの日常生活の中には、あらゆる音楽が溶け込んでいると言っていいでしょう。またハーバード大学やボストン美術館で知られるこの町は、文化芸術の匂いにあふれています。1900年に建てられたアールデコの建物シンフォニーホールはボストンポップスの本拠地。ここで行われるリハーサルはいつでも見学することができます。この申し分のない音楽環境がボストン市民を優れた音楽ファンに仕立て上げているのでしょう。シンフォニーホールに飾られた古い楽器、1881年10月22日に開かれた最初の演奏会の頃が偲ばれます。クラシックから最近のヒットナンバーまで幅広い音楽をより軽快にという根本精神。レパートリーの数は世界中のオーケストラの中でもナンバーワンではないかと言われています。人々が憩う顧問公園には1929年から50年間常任指揮者を務めていたアーサー・フィードラーの像があり、市民とボストンポップスの絆の強さを物語っています。 They are special to me. I enjoy the music. That's all. They're special. What do I think of them? I think they're very good. And it's good. It was nice that they gave free concerts for the public in the park. It was very good.I think John Williams is probably the world's greatest film composer, at least my favorite. Well, all the different kind of concerts, the different kind of performances that you can hear, I mean, it's really interesting, important, it's very important.
ていただきたいんですけども、ご主人のご出身はどちらですか？ニューヨークね。そうです、ニューヨーク。例えばこのボストンポップスっていうのはニューヨークではどうですか？やっぱりニューヨークとボストンは近い町です、だからよく行くことできる、ボストンに人気があります、はい、アキさんはジョン・ウィリアムズさんについてどう思われます？もう映画音楽でねよく聞いてましたので、とても今日は感激して聞いてますということなんですけど、これからいよいよね、本領発揮という曲が続きますから楽しみにしてくださいね。どうぞごゆっくりお聴きください。
Some people say it's because music has no national boundaries, but what do you think is the most wonderful aspect of music? I think of all of the many things in music that mean so much to all of us, the most central, singular thing is the fact that it is a communication across culture, across language, that embraces and speaks to everyone. Could you please describe for us what you think the special appeal or the attraction of the Boston Pops Orchestra is? I think the Boston Pops Orchestra is very singular. Many countries have symphony orchestras. Japan has many fine ones, United States, Europe. But really there's only one Boston Pops which plays all repertoire, but particularly and principally American music. And I think that sets it apart from others. We have our own arrangements. We have our own repertoire, which belong to the orchestra, which we develop in Boston, make a very serious project out of making American music. And I think that's why the orchestra is unique. And could you please say a few words of greeting to the many viewers who will see your Pops concerts on television? My impression of Japanese audiences is a very, very favorable one. The audiences have been very kind and warm and receptive to our music. And also, I must say, in the first part of our program, they're very attentive, they're very quiet, maybe a little bit more quiet than our American audiences. And this, we on stage love, because we listen to ourselves well. And to all of the viewers watching this program, I want to extend very best wishes. And also the wish and the hope that we'll meet together in person someday. I'm sorry that everyone watching couldn't have been here in Tokyo with us for these concerts. And we're grateful for your attention and interest in our music. And we're very especially grateful for the invitation to come to Japan.
いかがだったでしょうか。近藤さんはいかがでしたか、自分の人身の、私はですね、最後にしっかり握手していただきまして、ちょっとこの手は今日どうしようかななんて、僕も握手したかったんですけどね、ごめんなさい、すいません。でもね、もうコンサートマスターにあげなきゃ悪いかなと思ってコンサートマスターにあげたんですけどね。でもね、大きくて優しい手でした。そうですか、その近藤さんがね、客席で着物で乗ってる様子が何とも言えませんでしたね本当についつい浮かれてしまうという、思わずなんかもう足なんかパタパタやったりしちゃいました、ね、コンサートはこれでおしまいですけどね、この後ねテレビをご覧の皆様にはね、またちょっと素敵な曲がプレゼント用意されてるんですよ、もうこのコンサートはぜひ生で聴いていただきたかったですね。それがとても残念でございますけども、そういうテレビをご覧の方にはこれをプレゼントでございます。